原口アヤ子さんが裁判のやり直し再審を求めている大崎事件について、来月5日福岡高裁宮崎支部が再審を認めるかどうかの決定を出します。決定を前に今日、支援者が高裁に署名を提出し、再審開始を求めました。血のにじむような運動をして、その結果が再審確定にならないはずがないと。今日、福岡高裁宮崎支部の前では、支援者が再審開始を求め声を上げました。大崎事件は1979年、大崎町の牛小屋で中村邦夫さんの遺体が見つかったもので、殺人罪などで服役した中村さんの義理の姉の原口アヤ子さんが裁判のやり直しを求め、4回目の再審請求を行っています。今回の再審請求では、去年6月鹿児島地裁が再審を認めず、審理は福岡高裁宮崎支部に移され、来月5日に再審を認めるかどうか決定が出されます。決定を前に今日、原口さんの支援者およそ20人が高裁を訪れ、1111人分の署名を高裁に提出し、再審開始を認めるよう求めたということです。今回の再審請求では、これまでにおよそ6000人の署名が高裁に提出されています。3回も開始が出て、で出たってことは結局無実の可能性があるんだと、だからやり直しなさいというのが出たのに、それでもこうひっくり返されて、だからやっぱその怒りが署名たくさん集まってるんだと思いますね。